ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今日はですね、ちょっとね、配信でもちょいちょい話していたんですけれども、これをね、始めたばっかりの方、ね、このゲームの経験浅い方なんかは、ちょっと知るすべがないかなと思ったので、ちょっと動画でね、ご紹介していこうかなと、思っております。完全にプレイヤースキルの話なので、チュートリアルでゲーム内でね、教えてもらえるってことが、まあ、ないのですよ。で、あと、ソロでやってる方とかね、ギルドに所属してない方とかは、まあね、外部で調べるしか、まあ、友達に教えてもらうみたいなね、術がない方は、まあ、ちょっと、どうやって知るかと考えたときになかなか知る機会ないなと思ったんで、ちょっとね、動画にして、これをね、まあ、見ていただけたらね、ちょっとやり方わかるかなと思うんで、ちょっとね、皆さんにご紹介していこうと思う。何をご紹介するのかというとですね、まあ、大体このゲーム始めてね、間もない方はスキルね、覚えて、スキルを多用していくと思うんです。まあそうなりがちなんですわ。まあ当然ですね、まあ軽攻撃、重攻撃よりもね、まあスキルの方が使い勝手良かったりとかね、強かったりするもんですから、スキルを連打するんです。大体。当たり前ですね。なんですけど、それだけだよりも、もうちょっと上手い戦い方っていうのは実はありまして、このね、スキルとスキルの間に軽攻撃を、まあ、挟んでいく。こうすることで、ちょっと DPS っていうものが上がります。でもね、なんでそんな挟み込むだけでなんで DPS 上がるのかというとね、この軽攻撃ね、そしてスキル、これ序列がありまして、発動のね、軽攻撃よりもスキルの方が発動の序列が高いんです。だから軽攻撃のね、軽攻撃のモーションをキャンセルして今スキルが発動してるの分かりますかね。ちょっと軽く振ってるでしょ、序盤。これを挟み込むと、まあ、軽攻撃がね、コスパのいい、ダメージソースになってくれると、まあ、いうことなんで、これをちょいちょい挟んで、まあ、スキルのね、初めに、まあ、軽攻撃をちょんと当てるということを、まあ、毎回やっていくと、軽攻撃分の、ね、ダメージが、ね、DPS に乗っかって美味しいよという話ですね、簡単に言うと。ちょっとね、やってみましょうか。これが普通ですね。スキルの後に軽攻撃を挟んでるとこんな感じですね。で、逆に軽攻撃がね、先にやってスキルでキャンセルしてみるとこんな感じです。短くなったの分かります？完全にね。で、これをうまくね、盛り込んで戦って、こんな感じです、流れとしては。お分かりいただけましたでしょうか。で、これもまたね、重攻撃も、スキルで、重攻撃もだから当たった瞬間にスキルを発動させていくということですね。なんでこの重攻撃やんなきゃなんねえのかと、ね。まあ、重攻撃と呼ばれてますからね、やっぱり強いのだろうと、軽攻撃。もちろんそうなんですけど、ね、軽攻撃、ね、3100、重攻撃。まあちょっとクリティカル出ちゃったんで。重攻撃はあれか、二刀流のね、2発の、だかける2されるんだね、二刀流は。一発が重くなるわけじゃないわ。まあ、そもそも重攻撃の方が強いんですけれども、これね、軽攻撃だけをこうね、叩いて、ね、やっていくのと、ね、こうやってダメージを与えていくのと、ね、重攻撃だけでね、戦っていくのとでは、
これ確かに最終的にはですよ、重攻撃よりも軽攻撃の方がダメージ出るんですよ。なのでまあ重攻撃じゃ何なのかと言われるとね、これ重攻撃ってスタミナとかマジカとかね、自分のスキルの由来するリソースを回復する術なんですよ。実はわかります、スタミナもりっと上がったのわかりますかね。今ここがブワーンとね上がったのわかります。ちょっともう一回見せましょう。ちょっと待って、スキル使って、スキル減らすから、で重攻撃が与えますよ。わかります、回復してるの、当たるたびに回復してるんです。これ軽攻撃だと回復、これはもうスタミナ再生ですね、普通の自分の。軽攻撃では回復しない、重攻撃で初めて、まあ、回復するんだと、リソースが、うん、まあ、間近でやれば杖の重攻撃で、うん、まあ、間近が回復しますよと、うん、まあ、いうことなんで、まあ、ちょっとね強い敵だから HP の高い敵、体力の高い敵と戦っていくと、まあ、スタミナっていうものがどんどん枯渇していくのかなと、うん、いう感じなので、まあ、ちょいちょい重攻撃を挟んで自分のリソースを回復しながら戦ってやるということが大事になってくる。こんな感じでね、まあ、重攻撃ばっかりやってるんじゃなくて、重攻撃はたまに挟んで戦ってやったら、まあ、ちょっと長持ちするんだと、リソースが。こんな感じなのでね、スキルだけをスキルだけで戦っていくんじゃなくて、軽攻撃重攻撃をこううまく自分のスキルのローテーションに盛り込んで戦ってやると、今よりももっと戦いやすくなる、まあ、強い敵に対してもうちょっと楽に戦っていけるのかなという感じなのです。これを、ね、ゲーム内で誰かが教えてくれるかというと、誰も教えてくれないので、ちょっと動画に起こさせていただきました。毎回ねアドリブで台本もなくやってるんで、ちょっとたどたどしくなりましたけれども、まあ皆さんには伝わったかなと思うので、こんな感じで、戦ってみてはいかがでしょうかと。これ武器によっても軽攻撃の当たるタイミングって結構まちまちなんで、うん、ね、ね弓ってね、確かね放ったら、うん、放ってから当たるまでにディレイがあるんでね、この当たるまでじゃなくて弓を放ったタイミングだったと思うね、うん、これですね、だ当たるの待ってスキルじゃなくて弓を打ち放ったタイミングでスキル入れてもらったらいいんですよ、うん、なので弓は結構キャンセルできる幅が、うん、多いのかな、わかる、最初に3000いくつが入ってたのわかるかな、うん、弓だから結構近接の武器なんかよりももうちょっと早いタイミングでキャンセルが行える、ね、ほぼ同時ですね、うん、いいじゃない、あもうアルゴニャン君が、あいいのこといいこと、よかったよかったまあこんな感じで、まあ、武器によってもまた違ってきたりするんで、杖とかもね、杖もまた使う杖で、なんだろうな、稲妻の杖とか回復の杖みたいに継続ダメージを与えるタイプとかと、ね、あと氷の杖とか炎の杖みたいにね、一発の単体のねでかいダメージを与える杖とかで、またちょっと変わってくると思う、その辺りもちょっとねいろんなところで練習しながら、うん、まあ、うまくスキルの間にね軽攻撃を挟め、ね、あとリソースを回復できるタイミングで、まあ、重攻撃を加えていくみたいな癖をつけていくと、まあちょっと今よりも、うん、
だいぶ、戦いやすくなると思いますので、よろしければね、始めたばっかりの方、この練習をね、いろんなところでやってみてはいかがでしょうかということでございます。というわけで、ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。